イトルあるように明日須崎さん試合します。明治杯全日本選抜レスリング選手権大会に須崎さん出ます。東京オリンピック以来の試合っていうことでかなり久しぶりの試合になるんですけど、まあ、プレッシャーとか、まあ、10月とかいろいろあると思うんですけど、正直調子いいです。昨年の東京オリンピックで見事金メダルを獲得して、しかも相手選手に1ポイントも奪われないまま完全試合で優勝したんですね。あの吉田沙保里さんや伊調馨さんですら成し得なかった完全試合優勝、それを成し遂げたのが須崎さんなんです。調子いいです。須崎さんはね、僕の YouTube に何回か出ていただいてるんですけど、最後に会ったのが2ヶ月前ぐらいなんですけど、そっからずっと調子いいです。まぁ、ちょっとここであのはっきりさせておかないといけないなと思ったのが、まあ、僕と須崎さんがなんか付き合ってるんじゃないかなって皆さん思われてると思うんですけど、付き合ってないです。まあ、そこははっきりしとかないと須崎さんにもやっぱ迷惑かかってしまうし、まあそのなんていうんですかね、まあ僕も独身だし、まあ須崎さんも結婚されてないんで、まあそのゆくゆくどうなっていくかっていうのはもちろんわかんないですし、まあ付き合ったりする可能性はまあゼロではないと思いますけど、今付き合ったりはないんで、そこはちょっと誤解しないでほしいなっていうか、もう須崎さんに迷惑かかってしまうんで、そういう風に思うのやめてください。まあ、須崎さん50キロ級にエントリーしてるんですけど、須崎さんがオリンピック金メダリストで、もう一人去年の世界選手権で優勝してる吉本選手っていう方もいて、すごいハイレベルな世界最高レベルの戦いが展開されますって書いてるんで、いくらねあの最強の須崎さんでも簡単に優勝できる大会じゃないなっていうのは本当思うんですけど、しかもやっぱりオリンピック金メダリストになって初めての試合っていうことで、やっぱり観客の人もめちゃくちゃ今回いると思うし、メディアもめちゃくちゃ注目されてて、すごいプレッシャーかかってくると思うんですけど、須崎さん調子いいです。かなり調子いいです。2ヶ月前すごい調子良かったです。明日会場に行く人は現地で応援するんですけど、もし会場に行けない方はこうネット配信みたいなあって、多分これ YouTube かな、多分レスリング明治杯みたいな感じで調べていったら多分出てくると思うんで、そこでねぜひちょっと応援していただけたらなと思います。はい、付き合ってないです。そういう風に思うのやめてください。